それではお待たせをいたしました。定例の記者会見を始めます。まず冒頭、小沢代表からのご挨拶がございますか。はい。山本代表からですね。はい。それではご質問のある方、挙手の上お願いいたします。はい。はい、ありがとうございます。プレスジャパン桜文です。日米あお二人にお願い、山本代表と小沢代表をお願いしたいんですが、日米で合同、演習について、どのようにお考えでしょうか。まあ、その一方でですね、内閣府が、避難訓練、国民に対して避難訓練のマニュアルを、出してポータルサイトというところで出しまして、実際にですね、避難訓練をするようにという、指示を出しているんですが、その点についてどのようにお考えでしょうか。山本代表は特にですね、原発の、事故に攻撃についてかつてですね、国会で質問されていたようなんですが、その点についてもちょっとご見解をお願いいたします。ありがとうございます。2015年でしたか、安保の時は。その時に、まあ、結局国民の生命財産を守るということを散々言いながら、私が質問した内容が、北朝鮮など、まあ、わかんないですけれども、外国からミサイル攻撃によって、原発が標的になった場合どのような被害が想定されるかということを聞いたんですけれども、被害の想定はしていないというの散々守る守るって言いながら、その守るためのものは何も準備していないという状況ですね。今その言い訳はいろんな種類の、ね、ミサイルとかあるから、それぞれによって影響が違うからちょっとよくわかんないっていう話ですよね。うん、まあそれによってなんか、まあ、今もおっしゃった通り、なんですか、とにかく伏せるとか、頑丈なビルの地下に入るとかっていうようなこと言ってますけど、なんかよくわかんないなっていうところだと思います。まあ何よりも、アメリカに対しての、アメリカが強硬に行くっていうことに対して日本がね、その北朝鮮との間に入って、ちゃんと対話ができるような、状況を作らなきゃですね、何よりも、北朝鮮には、拉致の被害者の方がいらっしゃるわけですから、そんな物騒なことになってしまえば影響というものはその方々が被ることになってしまうので、何よりも冷静に、そういう力を抑制的にということを日本は真ん中に入ってやるべきだというふうに思います。すみません、ちょっと答えになるかどうか分からないですけど。合同訓練っていうのは恒例のやつじゃないの。そうでしょ、うん、まあそれを多少、まあ、今の状況と関連づけているかどうかは別として、それは安保条約でやってたから、うん、訓練のする機会があるってこと自体は別に不自然なことじゃないと思いますよ。避難なんとかっていうのは何なの。誰が内閣で、はい、ですね、何の日なのかね。攻撃に対するですね、ミサイルに対する。ミサイル、はい、それを官邸が出したの。内閣府が出していますね。はい、行動マニュアルって言うんだ。こういうなんか取ってつけたような話は別として、状況判断を僕として言うと、北からミサイルなり核兵器なり、先に使用するってことは僕はありえないと思う。またアメリカがシリアのようなことをやるっちゅうのも、ごく可能性は少ないと思う。当面は中国がどの程度まで北朝鮮をコントロールできるかっちゅうことにかかってると思う。ただごくごく可能性少ないけれども、何かの拍子に、北
下がまたいたけだけなあのいろんな行動や言動をすればトランプ大統領が攻撃命令をひょっとして出す可能性はなきにしもあらずと、だけどまずすぐにそういう状況になるってことはありえないし、そういうシリアなんか攻撃するのと違いますから北朝鮮は あんまりやわな話じゃないからもう大きにやったら、ですからその覚悟がなければアメリカもできませんし、そういうことはまずないと思う、と何でもない時にすぐ日本にミサイル飛んでくるなんてことはそんなバカなことしませんよ、そんなことして何になる、何もならないでしょ、自分のたちがやられるだけで、そんなことはありえないと思いますが、いずれにしろわずかだけれども何かの拍子に危険性はあると思います。その米朝関係だよ、ありがとうございます。他にご質問ありますでしょうか。TBS の牧野と申します、憲法改正についての自由党の考え方も改めてになるかもしれませんが、お聞かせいただければ。憲法改正、はい、党として、今改めてみんなで話して文章化して外に出してるというわけじゃないけれども、基本的には森君が今度 NHK の国会討論会で代表として出ると思いまして、そこで話すのを聞いてくれればいいんだけれども、我々としては日本国憲法、俗に平和憲法といいますけれども、その原則、理念と原則と、もちろん旧字を含めて、それはしっかりと守っていくということが我々の大きな立場で言えばそういうことです。他にありますでしょうか。関連なんですけれども、代表はですね、以前その時代にそぐわないようなところは変えていくことに異存はないけれども、その政府自民党の言うその憲法改正論議には賛成することはできないというようなことをおっしゃっていましたが、自民党の言う憲法改正論議には賛成することはできない。それは自民党が今言ったことですよ。日本国憲法、俗に平和憲法と呼ばれるこの憲法の理念と基本原則に抵触するような改正をしようとしているから、それは絶対認められないってこと。例えばですけど、教育 の, 無償化について憲法改正の項目にすべきだというような人もいますが、そういうことについては教育無償化のために憲法改正やるの。憲法改正する必要ないでしょ、そんなの。法律作れへんの、教育の権利義務っていうのは憲法で定められてますから、わざわざ憲法の築上に無償化という具体的な問題を盛り込むまでもないことだと思う。緊急事態条項とかについてはいかがでしょうか。緊急事態条項、自然災害などの際に、はい、それは緊急事態については日本国憲法及び日本の法律に一切ありませんから、そういうことは考える必要はあると思いますよ。ただそのあくまでも今度の政府案中のあまりにもちょっとひどすぎると思いますけれども、国民の権利、緊急事態というのはね、何かというと国民の権利の抑制的な制度なんだよ。あらゆることそうでしょ。緊急事態の時はお前たちこうしろああしろっていう話でしょ。だから国民の権利を抑制する法律は、あるいは一時的に抑える止める法制度ですから、
それはきちんとそれが守られる守るように、きちんとした仕組みがしてなきゃ仕組みにしておかなくちゃならないし、それからね今度の共謀罪なんてこともあれだけど、まあ、前にもから言ってるけれども非常に犯罪の構成要件っていうのが曖昧なんだよ。だからマスコミにも出てるでしょ、何でもかんでも全部共謀罪にこれじゃなっちゃうじゃないかっつって非常に難しいんだよ法律的に言うと。何の法律でもそうだけど特にこれは難しいんだ。犯罪構成要件が非常に抽象的な曖昧なものになるんだよ。だから何でもいいってことになっちゃう、為政者の思うがままになっちゃう。そういう法律では本当の意味の緊急事態法としての機能を外れた運営の仕方をされることになりますから、そういうのを経験として作るべきではない。現状でですね、代表が時代にそぐわなくなってきて、こういったところはまあ、改正していくべきじゃないかと思われるようなことです。そんな何歩でもあるんじゃないの。憲法築城を言うと何歩でもあるよ。一番大きいことは国会、衆参のあれをあり方はどうすか、大改正だろに始まって何歩でもある、そこはありますよ。だけどそれはあくまでも憲法の理念と四原則に抵触しない、そして国民にとって、利益をもたらす改正でなくちゃいけない。市民連合と与野党の合意で、すみません、何度も合意でですね、安倍政権下での憲法改正に、あとでいくらでも聞かせてやるから、はい、何ご質問ございますでしょうか。どうぞ。読売新聞の中上です。次の衆院選が、小沢代表にお伺いします。次の衆院選がいつになるかまだ分かりませんが、小沢代表はかねて野党共闘の必要性を訴えていらっしゃるかと思います。一方で、自由党の勢い、まあ、党勢を拡大する上で、どんな戦略を描かれているのか、また、次なんですが、次の衆院選に当選すれば、小沢代表は議員生活は50年を迎えることになるかと思います。その所感を教えてください。まず最初に、私個人のことは関係ありません、どうでもいいです。それから選挙については自由党の党勢拡張ということを言っておりますけれども、それじゃダメだと言ってるわけで、今民進だ自由だ社民だやなんだかんだと言ってたんでは、このフランス流に言えば極右の政権をひっくり返すことはできないって言ってんだよ。だからそうでない各党各政治家が団結してこれに対抗しろと。だから今の現時点においてはみんなで団結して対抗し政権を獲得するということしか考えておりません。岩手日報の佐藤です。小沢代表にお伺いします。岩手の達人知事なんですけども、30日で、知事に就任してから10年という、まあ、節目になるんですけども、知事の、まあ、今回の評価とですね合わせて国政復帰の可能性についてなんですけども、知事は会見などで岩手の国政に関する人材は豊富なので、まあ、転身する必要性は感じないなどとおっしゃってますけども、まあ、代表としてですね、知事は4選目出た方がいいのか、あるいは国政に復帰して活躍してほしいのか、ちょっと教えていただければと思います。まあ、10年目といっても3年の3年の1年半か今、3期目のね、ですからまだ2年半以上の任期ありますから、その後のことは知事が言っているその心境の通りじゃないかな。基本的に知事の、意向によって決める話ですから、それから知事は非常に、この特に震災以降よくやってると思います。竹の冷やに出しちゃいけませんけれども、他の県よりもはる、かに、地域住民の復興
福祉の国の増進のために仮一生懸命やってると思いますよ。だから結局自民党を別にして、全部知事与党になってんだよ各党。それは各党県民が認めてることじゃないかなと思います。他にご質問ございますでしょうか。フリーランスの田中と申します。両代表にお伺いいたします。共謀罪の審議がですね、先週ここで質問出たキノコなんてのはもう序の口になってもう日増しにすごいことが起こってますが、もう支離滅裂っていうか、もうこんな政治じゃねえというような状況になってますけど、それについてはどうお考えでしょうか。特に自民党側の対応ですね、政府側の。だから政府自民党はもう数で押し切り落ちこってしょうよ。そんなこと分かりきってんだから。それに対して野党が国民にしっかりした自分たちの考えと姿勢をアピールできるように断固として反対なら反対ということで国会闘争を進めるべきだと思います。まあもうむちゃくちゃな話ですから、起きてない犯罪を取り締まれるっていう、もうデタラメみたいな話ですよね。まあ、はっきり言って言いかかりでもいける可能性が出てくるかもしれない。で、まあ、もちろん、相談する、共謀するっていう時点において、取り締まる法律っていうのはすでにあって、で、まあ、そういう凶悪犯罪であったりとか、テロにかかるようなものに関しては、予備も、陰謀も、いろんな、罪っていうのはもうすでにルールとして存在してるわけですから、改めて、それを、テロ等準備罪として準備する必要がない。もしもそれが必要なのであれば、今ある共謀罪、今ある陰謀罪、今ある予備罪、今ある準備罪というものに対して、改正をするとか付け加えていくということをやられるべきで、根本的に話がおかしいということだと思います。関連です。野党の議員、それから、法律家とかですね、これはもう安倍独裁の最後の仕上げだっていうふうに言われてますが、それはどうお考えでしょうか。それは何？独裁の、これはもう最後の仕上げ。ああ、憲法改正までやろうっつってんじゃないの、本人は。これやったらもう憲法改正反対もなんか封じられるじゃないか。今でも封じられてるじゃない、かなり。それに屈してるじゃない、みんな。情けない状況ではね、頑張ってください。私らも頑張りますから。まあもうほとんど欲しいものは揃えてると思いますね。自分が欲しがったものはほとんど手に入れてる状態ですよね。特定秘密もそうだし、安保もそうだし、まあそう考えればこの、共謀罪というのは絶対に外せないアイテムですよね。最後の、一番大きなルールの改正ってところに向かうためには、もう時間の問題っていうところにまで持ってこられてますから、これはやっぱりみんなが怒らなきゃいけない部分だと思うんですね。はい、他に質問、あとじゃあ出ちゃいましたらいいですか。あとはじゃあ質問まだされてない方をちょっと見せさせてください。朝日新聞の松井です。小沢代表にお伺いしたいんですけれども、天皇陛下の退位に関する特例法案をして、天皇陛下の退位に関連してですね、骨子案が、近く各党に示されそうだと。で、女性宮家が入っていないなどですね、あと天皇に陛下をつけるかつけないかで、まあ、政府与党がつける方針を考えていらっしゃるとかいろいろあるんですが、改めて自由党の考え方をちょっとお伺いできればと思います。それはペーパーにしてまとめてありますから、まずそれを読んでください。我々としてはまず基本的に一世一元の制度というのはなぜ明治以降これを定めたかということです。それは長い長い千年に千年の歴史の中で、主に政治的要因から恣意的に天皇の退位即位というのが行われてきた例がある。そういうことはよろしくないということで、そうしたわけです。そういう原則に定めたわけだ。これは近くには
イギリスの女王陛下は90歳、しかし国民からも政治家からもマスコミからも退位すべきだという意見は出てない。それはなぜか、今言ったように地位的に、国王君主を退位、即位というようなことをしてはいけないというのか、でも基本がみんな分かってるからっていうのが我々の基本的な、考え方です。ただこれは安倍総理の大変な不忠不敬の結果だと思いますが、天皇陛下がああいう会見をなさったという以上は、そのことについてやはり、きちんと対応せざるを得ないだろうというふうに思っておりまして、その点について、党として、答えを求め、衆参両院議長の時にも我が党の代表の幹事長がその意見を我々はこの特例法には賛成できないという意見を申し上げた通りであります。それでは時間となりましたが、最後の質問とさせてください。まだ質問していない方でごめんなさい。男性の方、先ほどでは。すいません、北海道新聞の西尾と申します。小沢代表に伺います。さっきの関連なんですけれども、そのように政府が、近々出そうとしているその退位に関する法案、特例法で、これは自由党もまさにおっしゃった考え方とは全く異なるものになりそうです。でこれに対して反対とおっしゃってるわけですが、国会の採決においてですね、どういう態度を取られるか、お願いします。その時に考えて行動しますので、それを見てください。今から申し上げる必要性はない。共同通信の中西と申します。小沢代表にお伺いいたします。本日政府が米軍普天間飛行場の移設先の辺野古の沿岸の護岸工事に着手したんですけれども、沖縄県とも対立がある中で、この護岸工事に踏み切った政府の対応についてどういうふうにお考えになりますでしょうか。これも私もずっと前から言ってます通り、あそこに埋め立てて、海を埋め立てて、ヘリポートを作る必要性はないと。多分アメリカでも海兵隊以外はアメリカの政治家ならば、こんな地元民の反発を買って強行するのはプラスないマイナスだというふうに思っている人が多分多いだろうと思います。なぜか日本政府がずっとこれをただひたすら作るんだ作るんだと言ってきて、今もそれを強行しようとしているということは非常に遺憾に思います。アメリカときちんと話すべきだと思います。これみんなそうだけど、軍部も官僚なんだよ。だから自分の管轄を増やそう増やそう、予算を増やそうということは同じなんだ、みんなどこの官僚も。ですから海兵隊の軍部としては基地欲しいっていうのは言うと思うし、アメリカの方もそれに対して軍部に対して強硬にダメだとは言い切れないという思いもあるだろうと思う。だけども今のアメリカの軍事戦略から見れば、あそこに海兵隊を駐留させている意味はもうない。いわば何かの有事の際の司令塔やその他の情報収集や警戒やそういう機能は必要なことは当たり前だけれども、海兵隊の実戦部隊はすでにもうガムに行っちゃってんだもん、みんな。そうでしょ、それは分かってるだろう君らも。ということはアメリカの軍事戦略が今までと違って実戦部隊はもう後方にあるいは本土に置いてていいと、いざという時に緊急行動ができればいいということだと思ってますんで、アメリカ政府ときちんと話せばいいと思います。ましてあそこは聞くところによると白い呪文の北
北端のね、北限の国たちやね、こういうところにアメリカ自身が海岸をね、埋め立ててね、軍事基地を作るってことはアメリカ国内でだったらやらないんじゃないかね。うん、まあきちっと言うべきだろうと思います。それでは定例記者会見をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。